今回のイチオシ商品はこちら、白馬の GW プロバックパック G2 という商品です。プロの要求に応えるバックパックとして大人気を博した初代モデルがリニューアルされました。背中のメイン部分を開けますと、どうですかこの収納力。プロ用の一眼レフに大きな望遠レンズをつけたまま収納できて、これだけ入れてもまだ余裕があります。しかも底の部分は特殊防水生地が使用されていますので、濡れた地面でも躊躇なく置けます。出し入れの際に背中部分を汚さなくて済むんです。そして今すぐ撮りたいという時でも、トップアクセス部分からカメラにレンズをつけたまま素早く取り出せます。腰の部分からもアクセスできますので、交換レンズやアクセサリーなども素早く準備できます。さらに前面の膨らんだ部分には13インチまでのノートパソコンやタブレットが入るほどのスペースもあるんです。膨らみの余裕がありますので、かさばる衣類ですとか食料なども入れておけるという抜群の収納力です。両サイドには小物収納もついていますので、地図やスマートフォン、お財布なども入れておけます。三脚もご覧の通り、重心が偏らないように蓋と本体からの二重ストラップでしっかりと固定。三脚の足とバックパックの底を同じ位置にすることで、置いた時の安定感も考えているというすごいこだわりようなんです。これだけ入れますと相当な重さになりますが、ショルダーベルトが太くて肉厚ですので肩も痛くなりませんし、今回このハーネスシステムが日本人の体型に最適化されたことでフィット感が向上しています。これはすごいフィット感、体とバックパックが一体化したという感じです。これなら疲れにくいというのもうなずけます。ネイチャーフォトを楽しまれるお客様にはぜひお使いいただきたい商品です。